第32回アクアクイーンカップ5日目準優3番勝負が終了しました。最終日12レースで行われる優勝戦の絶好枠は予選首位通過した平田かな選手が獲得しました。それではその優勝戦の予想に入ります。進入に動きはなく枠なり3対3を想定します。イン平田がスタートを決めて白熱のレースが連発した大会を白星で締めます。エンジンも申し分なく仕上がっており、1マークの主導権は譲りません。昨年のクイーンズクライマックスを制したターン力で道中も後続を突き放しにかかります。相手はパワー上位の運の鎌倉も状態は上がってきており、2着争いは熾烈になりそうです。3着には角市から柔軟に攻める大滝、そして今大会スタートが決まっている宇野も3着ランで抑えが必要でしょう。